かわいい。え、めっちゃかわいい。友達になりたい。お近づきになりたい。でもさ、あの子の裏側ってどうなってるんだろう。見たい。くそ。隠れてやがる。見れねえ。くそ。くそ。この子の裏側まで見たいのにな。どうなってるんだ。この子の背中どうなってるんだ。見ちゃいたいな。このままだと犯罪者じゃん。はい、どうも犯罪者です。今日はイカちゃんの裏側をね、見れるところがあるんですけど、見ていけたらいいなと思うので、一緒に見ていきましょう。一応ですね、どのステージでもギリギリまで行くと、まあ、見れるっちゃ見れるんだよ。ただちょっとね、イカちゃんしだしだになっちゃうんですよ。ちょっと曲がったイカちゃんが見えちゃったり、まあ、全体って言えないんだよね、この状態だと。今から見るイカちゃんは、このイカみたいに、しなしなになってないイカちゃんで、もっと元気な、ピーンとしたイカちゃんが見れます。しなしな具合がおじいちゃんのみたいだな。下から見たらやばい。ああ、落ちてきた。何これ。かわいい。あのね、イカのね、後ろ側ってどうなってるかわかんないじゃん。それがわかるんだよな。すごいこれ。